はい、では引き続き安田記念ソングライン戸崎騎手にお話を伺います。よろしいでしょうか。はい、安田記念に向けて今週追い切りを行いました。まずその追い切りの動きから振り返っていただきたいんですが。はい、まあ、先週も載せていただいたんですけども、まあ、ビクトリアマイルから感覚ないんですけども、またその中でいい感じに、来ているなというのは感じました。はい、今週も3頭の状況になりましたけれども。はい、まあ、先週もねしっかり、やれているんですけども、はい、まあ、今週も買い場もしっかり食べてるし、まあ、馬も元気ということで、ある程度やるという指示で、その中で行ってきました。調教師とは何か追い切り後言葉は交わされましたですか。はい、まあ、馬の感じ、まあ、聞かれましたけども、はい、まあ、本当に順調に来ていて、まあ、ビクトリアマイルよりもこう動きも良くなってるんじゃないかということも伝えました。まあ、前回その前3回ですか、はい、騎乗されて、随分と入念に調教を重ねてきたようなんですが、はい、その時と比べていかがですか。まあ、そんな感覚もないのでね、成長とかっていうよりは状態面だと思うんですけども、まあ、状態面先ほども言いましたけども、またこう上がってきてるんじゃないかなという雰囲気は出ています。まあ、牝馬で、中2週ですか、まあ、ちょっとローテーション的にどうなのかなというような見方もありますけれども、はいはい、その点については心配は。そうですね、まあ、女の子ですけども、まあ、本当に元気いっぱいでこうビクトリアマイルの追い切りから乗せてもらってますけども、はい、まあ、かなりこう追い切り攻めまでもしっかり動かしながら、その中でもタフさを感じる、なんていうんですかね、強さっていうものは感じています。今回はより一層メンバーも揃いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。はい、まあ、もちろん男馬も入り強くなるとは思いますけども、まあ、この馬のベストな条件だと思いますんで、まあ、しっかりパフォーマンスを出し切れば、まあ、昨年も勝ってますんでね、その辺は強みだと思います。連覇、まあ、ウォッカ以来という記録になりますけれども、その点については意識はございますか。そうですね、まあ、意識、まあ、ないと言ったらそうになりますけども、まあ、変わらずこの馬といいパフォーマンスを繰り広げられるレースにして、まあ、結果はおのずとついてくるかなと思っています。天候あるいは馬場状態については何か注文がございますか。いえ、まあ、前回ビクトリアマイルで、まあ、ちょっと緩い馬場でもしっかり走れてましたので、はい、まあ、本当その辺も問題なくクリアできるんじゃないかなと思っています。はい、121倍ですね、大当たり、はい、素晴らしい。